はい、こんばんは。今日はね、7月21日火曜日8時30分です。はい、昨日はね、20日、昨日はハンバーガーの日ということでした。皆さん知っていましたでしょうか？はい、今日はね、土曜うなぎの日ということで、今夜のね、夜食はね、夜ご飯はうなぎでした。皆さんはどうでしたでしょうか？まあ、そんな動画、話はさておき、本題へ行こうと思います。こちらですね、今日アマゾンが届いた、タイヤ、プレッシャーモニタリングシステム、まあ略してね、空気圧センサーというやつです。まあこの話は、この間話したっけな、これ。してないか。中国語か。メイドインチャイナーって書いてあるの。で、中身はね、こんな感じです。とりあえずこのタイヤ空気圧センサーというのはね、タイヤの空気が減った時とか、あと空気圧が高い時、あとタイヤの中のね、空気温度っつうかな、それが高い時に異常を示すというやつです。まあ、パンクしたらすぐ分かりますけどね。してからじゃ遅いんで、はい、最近のはね、純正オプションとかにも、ある品物になります、これね。多分レクサスなんかは、もう標準装備になってるのかな、どうなの、グレードによって違うのかな。トヨタなんかはまだそんな、標準装備にはなってないと思います。まあ、新型クラウンやったらなってるかな、どうかな、分かんないですけどね。まあ、新型クラウンとかラブフォーとか、今、巷で結構ね、生産が、伸びてる。月何千台を上回る受注とのことですね。新型ハリア。最初ね、見た時になんかテールが細長くて変だなと思ったんですけど、やっぱ見慣れればね、車ってやっぱかっこよく感じると思うんです。自分だけでしょうかね。まあ、一つ前のね、50系かな？ 50 系か、あれ。一つ前は。あれもやっぱ、最初前期出た時、なんか変なヘッドライトじゃないの、テールやなと思って。で、後期型になったらまた、このテールもなんかかっけえななんて思い始めてきてね。はい。まあ、こんな余談はどうでもいいとして、こっち本題いきますね。はい。ディアカスタマーさん、カスタマーズ。はい、もう全然わかりません。あ、裏に書いてある日本語。 こういうことです。まあ、問題があったらね、連絡してくださいというやつですね。サービスチーム無料でご利用いただけます。100%の返信だそうです。はい、商品がこちらになります。一生に迷ったんですけど、これはね、結構奥行きが取るんでね、これはやめました。で、こっちで据え置きタイプみたいな感じ。ちょっとね、カメラがちょっともう拡大したらこれ以上縮められることができんようなと思った。で、まあ、日本語説明はないですね。はい。一応タイヤのね、チューブバルに、このセンサーを取り付けるということになります。前輪の左右に、後輪の左右に取り付けます。まあ、これもボタン電池1個ずつ入ってます。で、ボタン電池がなくなると、まあ、警告かな、電池の残量がありませんみたいな警告が出るんだと思います。まあ、こういうボタン電池なんでね、100均とかでも売ってるんで、非常にありがたいですね。特殊な電池じゃないんで。で、こういうふうなね、特殊なエアバルブもありますね。レクサスなんか多分こんな感じだと思います。こういうふうな感じで作業してください。
まあ、純正オプションでもトヨタで出てますし、まあ、ネットでも売ってます。で、こういう会員型のやつも売ってます。会員型はどうやらな、あんまり信頼性はないかもしれない、信憑性はね。やっぱ高くても純正かなって思います。でも純正はね、スイッチパネルのところにポコッと入るやつだけなんで、非常に寂しいですね。 なんか、まあ、本来自分これを買う予定では全くなかったです。が、まあ、最近のね、巷の、流行りという流行りかな。まあ、いろんな人の動画を見ててね、まあ、ちょっと取り付けてみようかなと思って買ったっていうだけですね。と、純正オプションで取り付けてる方もいらっしゃいますんで、よかったらそちらの動画も見ていただけるとありがたいです。まあ、これはね、簡易的なやつなんで、ね、まあ、これこうて動画アップしてる方もいますけど、やっぱ純正が一番だと思います。高いけどね。まあ、おすすめする、チャンネルさんはやっぱ車ニア K さん、結構取り付けてるんで、まあ、参考にいつもさせていただいてます。まあ、あの方はね、ベルファイアなんで、全然マークスクックスと全然違うんですけども、まあ、こういうね、モニタリングシステム取り付けてますね。あっちは純正です。こっちは社外です。まあ、いろいろちょっと設定があるっぽいですね。まあ、裏返し見たらね、日本語表記になる、あるかなと。あ、日本語表記あったわ。こっちが英語で、こっちが日本語かよ。あるんかよ。安全で快適な運転のために、ブランド、え？ え？って。太陽タイヤ空気圧監視システムっておかしいよね。いかにもこの日本語をなんかめちゃくちゃに訳したって感じやな。さすが中国やな。めちゃくちゃやな。なんか、こういう説明文とかもなんかおかしな表記してあるでね。まあ、充電はね、USB からも供給できるし、この裏面にね、太陽パネルついてるんで、これからも、電気ね、供給できます。今んとこ変な日本語表記はないけど。まあ、内部センサーはこういうふうにね、センサーを取り付けなダメみたいですね。これだとね、タイヤを外さなきゃいけないんで、面倒です。まあ、電池交換ですね。ほんと面倒ですね。こういうセンサー、うちの内部センサーの場合は。で、異常あったらね、こういうアラームでお知らせしてくれるみたいで、ね、低圧空気が低い。で、高圧空気が入れすぎ。で、タイヤの中の温度が高すぎ。で、早くに、もう高速漏れ警報って書いてある。もう空気がもう、ダーッと漏れてるってことですね。で、こっちはセンサー異常警報。で、センサーの電池ね。電池切れ。と、ディスプレイバッテリーアラーム。まあ、こいつがもう電池ありませんよって。こんな感じで。またこれは取り付けてすぐにね、こういうふうに表示されるないみたいです。やっぱ少し、軽くね、走っていかないとタイヤの内圧とかそういうのは検知できないみたいですね。で、これね、センサー取りにくい。取りにくいぞ、大陸さん。めっちゃ取りにくいぞ。よいしょ。非常に取りにくいわ。よいしょ。あ、軽。結構軽。これはリアの右ですね。で、これを、
電池交換だけね、これ六角なってるんですね。これ六角電池で、これで、外します。電池交換専用のレンチみたいです。これ回して取ると中にボタン電池があるみたいです。で、付属品、今言ったね、電池交換時の、スパナっつうんけ、まあ、レンチ。で、これが、タイヤのチューブ、ネジ式、ネジね、ネジに巻いたときにこれを最初に入れて、で、これをセンサーを取り付けて、まあ、センサーも回るとこまでね、回して、で、先に入れたこのワッシャーナット。これを緩める方、このセンサーに、センサーのね、また取らなか。面倒だ。センサーのここにね、当たるように、ちょっと強めにこう、締めるって感じ。まあ、これでするみたいですけどね。これで回して、センサーにギュッと取れないようにする。固定するってことですね。で、このネジはなんだ？なんだ？よくわからん。なんだこのネジ。で、こちらが、充電用の USB。タイプ B？ マイクロ USB か。で、こちらが本体の台座。これはダッシュボードにつけとくよね。やつです。わ、バリがひってえな。さすが大陸さんやな、これ。ほら。両面テープぐらいついてることだってついてないですね。いや、別にいらんけど、つけんから。で、お待ちか。あ、両面テープ。あ、両面テープここにあるわ。3M のこんなやつ。あ、これは本体用か。フロントガラスに直接つける用の 3M ね。で、これはこれ用ですね。これ 3M ではないね。ないけど、匂いがと 3M っぽい匂いがする。なんで匂いでわかるんだよって。警察犬かお前はって。まあ、これはこれで何かに使おうかな。で、この 3M ね、これどこに取り付けるかっていうとね、一応日本のね、電波法、技適が通っている商品みたいです。購入者がね、一応、総務省のホームページで調べて、ちゃんと通ってるってことは、なんか確認したなんかレビューがあるみたいです。で、本当にと、まあね、今いっぱいこういう商品出てますけども、海外製でね、日本の電波法に違法してるやつもあるんで、そういうのはちょっと気をつけてくださいね。で、なんかネジが斜めに打ち込んだるぞ。で、さっきのね、両面テープがこの両端になります。で、これが下ですね。このアタッチメントというので、こういう風になりますね。フロントガラスにこういう風に斜めになるんでね、つけるとまあまっすぐ、まあ若干まっすぐに見えるかな。じゃ、保護シートも貼ってあります。裏もね、保護シートも貼ってあります。太陽パネル。多分今は電池が入ってないんじゃないかな。ちょっと押してみようか。M ボタン押しました。長押しで。あ、やっぱあかんか。じゃ、こっちは左ボタン。お、入った。今はセンサーね、何も取り付けてないんで、こんな感じです。電池は満タンに入ってるみたいですね。液晶、カラー液晶表示って書いてあったんで、これにしました。あ、明るさか、これ、左のボタンは。ああ、そうかそうか。こんな感じか。車の中で見ると、っていうか、ちょっと明かり落としましたよ。2段階しか明かり、照度、
ショート調整ができないってことか。で、真ん中。真ん中もこれ、ショート調整？じゃあ右。右も一緒なの？なんかよくわからん。説明書がよくわからん。要はセンサー取り付けないとわからないね。じゃあ電源切ります。まあこんな感じで立ち上がるみたいです。あとはね、また取り付けてからまた動画上げます。今日はこれだけです。取り付けてしばらく走らないとね、センサー検知しないんでね。やっぱ日本語の略し方がおかしいね。CNN 顧客ってなんだよ、お客様だろって感じですけどね。まあいいよ。とりあえず今日は、タイヤモニタリングシステム、略して、TPMS、結局見て読むんかいってのご紹介でした。まあこういうのね、社外でこういうネットで売ってるのも結構安いんで、よかったらね、取り付けてみてはいかがでしょうか。まあ電波法に引っかかる商品はね、ご購入いただかないようにお願いします。まあ何かあってからじゃ遅いんでね、電波法、日本のやつにね、ちゃんと技適が通ってるやつを買ってください。まあそうするとね、結構お値段も張りますけどね、何万とかいうのもありますんで、そちらね、やっぱ価格と、あと電波通ってるやつ見て、まあ本当に通ってるかどうか分かりませんけどね。これはまあ通ってるということです。通ってる商品ですね。通ってるのでこちらを購入いたしました。はい。では今日の動画以上で終わりたいと思います。17分になってしまいました。では、昨日の引き続き、ちょっとランボを見ようかなと思います。実はね、ランボも1から4まで、ちょっと揃えましたね。今、巷じゃないか、勝手に巷に噂になってる。 ランボがね、劇場公開されてるのを知ってると思われますが、もう終わったんかな。それでね、久しぶりに見てみようと思って、ランボシリーズを1から4まで買ってみました。今日一緒にモニタリングシステムときたのが3です。で、1、今、パナソニック D が中に入っています。で、2と4があります。あとね、あとはもう、公開されたのを買うだけ、いつになるか分かりませんけどね。変な感じです。では、まあこれのテストも兼ねて、今度はね、連休中にまたあげますんで、お願いします。連休中にね、なんか動画楽しみしてますという、コメントをいただきました。ありがとうございます。なかなかそういう風に言っていただける方いないんでね、まずね、ちょっと励みになります。なんか まあ、むちゃくちゃに何でも買ってレビューとかしないんで、アホみたいにね、そんなお金もないんで、まあ、気に入った商品があったらちょっとね、買って、ちょっと動画に上げるっていう程度の、まあ、自分の YouTube 動画です。まあ、あんまり、ためにならないかもしれませんけども、まあ、こういう商品もあるんだなということを、あるんだなってことはね、なんだそこから言葉出んぞ。あ、そんなんなら、そんな、こんな簡単なら僕もつけてみようか、私もつけてみようかってなってくれたらね、ちょっと嬉しいかなって思っています。17分って言ってもう20分になるよね。 なんだかんだこう喋ってると時間経つな。最終的にわけのわからんこと言ってしまう。はい。ではではっていっぱいつけながらのやつもあるんやけど、
できたら先スピーカーつけたいな。この休み中につけたいな、つけたいな。パネル取らんのがめんどくせえな。まあ今の車どうか分かりませんけどね、スピーカー交換したことある方はいると思うんですけども、純正スピーカーから車外スピーカーに取り替えるときね、純正スピーカー、ドアパネルに なんだっけ、タッピングやったっけ、あれスタッドボルトか、スタッドボードっつうんかな、あれ打ち込んだるやつも稀にあるみたいです。スタッドボルトでいいんかな。で、そういうやつはね、ドリルで穴開けないと、スピーカー交換できないみたいです。ですが、マーク X130 系は、六角ビスでね、止まってるということなんで、非常に交換が楽です。歩いてきてる。これの動画あげたっけ？これもね、アマゾンで買ったんですけどね、2000円ぐらいかな。急速充電器対応の、クイックチャージ3.0、ザ0よね。この携帯用に購入したんですけどね。コードが1.5メーターついてます。こちらも口はタイプ C。で、結構充電早いです。やっぱクイックチャージ3.0を積んでるってことなんでね。めっちゃ早いですね。で、電池持ちもね、2日ぐらい、充電してから2日ぐらい持ちます。で、こいつもね、電気入るとね、中からね、ブーンって、なんか 音をするんですよ。コンデンサーの音かな？なんか、わかりませんけどね。まあ、めっちゃ早い充電器。eWin っていうメーカーです。ではね、もう本当に終了すると、もう22分になっちゃったから、22分38秒になっちゃったからね、もう切るぞ、切るぞ。では、またこれも動画を上げます。これとヘッドライトの照度確認、どんだけ明るいかですね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。